はい、それではおはようございます。おはようございます。はい、今日はですね、ちょっと大雪なんですね。何センチぐらい積もってるでしょうか。皆さん、おはようございます。おはようございます。1月17、18、1日、1月18、朝の連動放送ですけど、今日は、雪が降っております。それではですね、どうしましょうかね。はい、それでは出かけたいと思います。雪がですね、雪が雨に変わってるかもしれないですね。ちょっと雨ですね。で、傘がいいですね。傘を差してこういう感じですかね。傘を差してます。傘を差しての配信になります。どうしましょうかね。スマホに雨が当たるとちょっと危ないかな。逆がいいのかな。とりあえずごめんなさい。それではですね、とりあえず、出かけたいと思います。はい、ちょっと皆さんにですね、雪景色をちょっと見てもらいたいと思います。これどうやってやるんでしょう。すみません、カメラはどうやって変えるんでしょう。カメラを変える方法、ごめんなさい、カメラを変える方法ちょっと分かんなかった。待ってますね。カメラを変える方法。違いますね。ではコメントだけです。はい、すみません、カメラをですね、これですね、カメラを、ちょっと待ってください、カメラ設定、これかな、これですね。はい、意外とめんどくさい、意外とめんどくさいんですが、一応景色をですね、雪景色をちょっとお見せしたいと思います。こういう感じですね。まあ10センチぐらい、10センチから15センチぐらいっていう感じでしょうかね。今雪がですね、もう雨に変わっています。雪が雨に変わっていて、もうほとんどですね、雪は降っていないんですけれども、こういうふうにですね、車の上も、そしてこれは雪がですね、これ木に綺麗ですよね。そうですね、こういうふうにもう少し溶けてますね。
と雨が降ってきましたので、どっちかっていうとサラサラしてるというよりも、溶けかかっておりますね。だいぶ溶けてますね。だいぶ溶けてます。はい。まあ、それを開けて、こういうふうに、まあ、雪配信ができてるんですが、そうですね。まあ、車はですね、まあ、こういうふうに、ガシガシうるさい。はい、そうですね。まあ、県内に気をつけなきゃいけないんですが、まだ凍結という感じじゃないので、まあ、そんなに滑らないというか、凍結ではないですよね。はい。雪もですね、ほとんどもう雨でこう溶けてる雪というか、溶けてる雪ですね。シャーベット状になった。シャーベット状になっていくという感じで、ほとんどもう本当はね、サラサラした雪が本当はいいんですが、これでちょっと画面を変えましょうかね。画面をちょっと変えましょうね。それでインカメになりましたね。はい、これでインカメですが、そうですね、あまり画面が見えない。はい、毎年ですね、毎年雪放送しておりますが、まあ、その雪の意味ですね、雪が、ね、何の意味かということですが、まあ、結局、雪が降った後ですね、本当に、全てが雪景色になります。全てが雪景色になりますけど、その、まあ、真っ白になるんですね、その地面が真っ白になります。それはやっぱりイエス様がこの世界を、イエス様の血によって、雨がうるさい、じゃあですね、どうしよう、じゃあ雨音がうるさいな、
というところですね。結局ですね、神様がその世界をね、清めるために、清めるために雪を降らして、ね、イエス様が全てを、清めるというか、全てを清くする、全てを白くするということで、雪の意味があるのではないでしょうか。全てを白くする。そして、また雪っていうのはちょっと暖かいですよね。ちょっと暖かい。だから、なんていうんですかね。もちろん、凍ってますから冷たいんですけど、だけど、雪の中に空気があって、断熱作用があるんですね。ですから、鎌倉みたいなことができます。鎌倉っていうのは雪でこうね、この、なんていうんでしょうか、ドームみたいなのを作って、その中でお餅を焼いたりなんかする、昔あったらしいですけど、そういう鎌倉ということもできます。それは、まさに、その、雪というのは断熱作用があるということですね。まあ、そういうことの中で、その、神様は、その、雪を通して教えたいのは、ね、上から、雪は上から降ってきます、ね。要するに天から来る、その雪によって、この地上の汚れ、罪汚れを覆う。まさに十字架のことであり、イエス様のことだということですね。雪というのは、イエス様のことであり、十字架のことです。汚れた地上を真っ白な、真っ白というのは結局罪がないということですね。罪がない。罪のないお方。罪のないお方。イエス様が、イエス様ご自身を表すと思います。そしてその真っ白な雪が、真っ黒な地面、真っ黒な地面を覆う。まさに福音そのものではないでしょうか。そしてそれは冷たい、一見冷たいけど、コメントが、一見冷たいけど、愛があるんだよ。一見、上からなんか落ちて、一見冷たいけどもね、その愛があるんだよということですね。愛があるんだよ。そういうことですね。はい。そうですね。コメントがやっぱりちょっとで変な感じですね。コメントがちゃんと見えない。こんな感じがしますね。どうしてコメントがちゃんと見えないんでしょうか。ちょっとわかりませんが。まだ、スマホのですね、スマホの、扱い方まだちょっとよく分かってないんですね。それじゃなかった。はい。スマホの扱い方がよく分かってません。それではどうしましょうか、ね。今放送してると思うんですが。コメントがですね、コメントがちゃんと動かないですね。はい。それではですね、どうしましょうか。
何を話しましょう、メッセージしましょうね。ちょっとコメントがですね、あ、そうですね、やっぱりどうしましょうかね。ちょっとコメントが見えないので、ちょっとですね、あのパソコンの方に変えた方がいいかもしれませんね。どうしようかな、パソコンの方を変えて、そうですね、ちょっと待ってくださいね。パソコンをちょっと持ってきてですね、パソコンでコメントを、雪がね、上から落ちてきますね。パソコンを行きましょう。ちょっとですね、パソコンを持ってきました。ちょっとコメントがですね、スマホの方はちょっとコメントがよく見えない。今ですね、パソコンで、おお、すごい、雪が落ちましたね。雪が落ちましたね。はい、それではですね、よいしょ、パソコンの方をですね、立ち上げようとしています。でコメントが見えないと、そうですね、仕事としてやってるんですね。これでコメント見えるかもしれませんね。はい、ごめんなさい、コメント見えました。今コメントはちょっと見えてますね。それじゃあどうしたらいいかな。配信2つやっちゃったらちょっとおかしいですよね。はい、今一応コメントを読めるようになりましたね。パソコンの方で、パソコンの方でコメントを読んでおります。はい、これでもちょっと遠くまで行きますので、そうですね、はい、これでコメントが見えます。コメントが見えます。それではですね、まあメッセージしていきたいと思うんですが、それではですね、
まあ、雪っていうのは六角形なんですね。六角形の結晶っていうのは、そしてその結晶も、まあ、いろんな形が、あります。その本当に雪というのは不思議です、ね、その綺麗な結晶、神様はそういう、普通の目ではですね見えないその結晶が、まあ顕微鏡とか虫眼鏡で結晶が見えるんですけど、雪というのは空から降ってくるときに、そのだん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 結晶化してですね雪になっていきます。すみませんでした。ちょっと、わかりませんが、原因不明で、ちょっと、構想が途切れてしまいましたけど、今、パソコンでやろうか、それとも、スマホでやろうか、ちょっと、混乱しております。それではですね、はい、なんか時刻が出てます。なぜ時刻が出るんですかね。近いんですけれども、そうですね、まあ後から来た方もいるのでもう一回ちょっと外に出てみましょうかね。コメントがでも見えないのかな。パソコンをですね、すみません。じゃあちょっともう一回外配信しましょう。うん、はい、もう一度ですね、せっかく、まあ、空気配信ですから、出てみたいと思います。子供たちは雪で遊んでますね。大体まあ15センチぐらいですね。15センチぐらい。もうだいぶ雨に変わっちゃってですね。もうべちょべちょみたいな。でもまあこういう雨でも、ね、通勤通学する人がいます。あ、おはようございます。大変ですね。大変です。いってらっしゃい。雨でもですね、まあ、本当に通勤通学で行くことがあります。
まあ、こういう感じですね。特別もう、ね、本当はあの雨が降らないとですね、もうちょっとこうシーンとなって静かな、ね、降った後の雪景色というか、その方が本当はいいんです。足跡のない雪もありますが、足跡のない雪ってなんとなくいいです。私の友人がですスキーが好きでですね、あの新雪をスキーで、一気に滑るのがやっぱりとても、気持ちがいいそうですね。よいしょ。はいはい、もう一度ちょっと戻ってきました。よいしょよいしょ。はい、もう一度インカムにしました。ちょっと待ってね。メインが、はい、これで一応インカムにしましたね。はい、なんか赤文字が出ますね。どうしてでしょうね。ちょっとその理由がわかんないんですけど、まあ、ちょっと直さないといけないですね。時刻をね、あんまり、ちょっと待ってくださいね。どうすれば、できるか、ちょっとわかんないんですが、これでできるかな。はい、時刻、書いてないですね。これかな。自動コメ、ちょっとわからないですね。一般設定、あ、これかもしれないね。はい、すみません、ちょっとね、わからないですね。すみません、またやってきますので、今ちょっと分かりません、ごめんなさい。はい、なんかここでね、設定があるんじゃないかと思って、すみません、まだやり方を知らないもんで、はい、後でゆっくりやりますね。それではメッセージを続けましょう。はい、メッセージね、まあ暖冬でね、あったかいと思ってたんですけど、まあここ1週間ちょっと寒さが続いております。今週もですね、なんか寒いというふうに聞いています。寒波が来てるんですね。機種がですね、なんかこうね、機種がコメントされてますけど、あまり意味がないですね。機種のコメントがなぜされるんだかちょっとわからないんですけども、はい、わ
かりません。ちょっとまだ慣れてないもんですから。はい、すいませんです。それじゃあちょっと明かしタイム行きましょうか。明かしタイムならないかな。はい、ゲストも信じて、ね、この雪にも意味がある、雨にも意味がある、神様のされること、自然界には意味があるということが分かった証し、イエス様を信じて、その雪の美しさが分かった証し、雪の意味が分かった証し、スタートスタート、雪の意味が分かった証し、雪には御言葉が詰まっていることが分かりました。ヘッドスピーチやめました。まあ雪国の人にとってはですね、ちょっと雪はサタンというか嬉しくないかもしれませんね。偶像崇拝やめました。韓国実装をやめれました。南京事件を悔い改めようと思った。雪で滑らないように神様にしっかりと祈った。雪は神様の心を表している気がします。アメン、アメン。素晴らしい。雪は神様の心を表している。素晴らしいですね。リバイバルで少年を助けたよ。俺は慰安婦の皆さんが許してくれるまで謝り続けるよ。慰安婦の皆さんが許してくれるまで謝り続ける。雪景色は神の国によく似てると思いました。雪景色は神の国に似てると思いました。
ミュージック放送が成り立たない。普段こんなに NG が多いんですか？普段こんなに NG が多いんでしょうか？ちょっとですね、コメントの方がちょっとこう NG が多すぎて、ね、放送がうまくいかない感じですね。はい、すいません、ちょっとこのスマホの方の、ね、やり方は今日で2回目なのでやり方がよくわからないので本当に申し訳ありませんでした、ね、スマホの配信は、まあ、そのまだ2回目なんですね。ですからちょっとやり方がまだ、うまくいきませんね。はい、それではですね、どうしましょうかね。はい、すいません、今パソコン すみません、はい、申し訳ありませんね。なんか時々切れちゃうみたいですね、時々切れちゃいます。はい、声が小さい。はい、切れちゃう。はい、ですね、スマホの方が時々切れちゃうんですね。はい、それではですね、ちょっと今日はね、コメントがちょっと見れなくて、はい、すみません、スマホの方の調節が十分じゃなくて本当に申し訳ありませんでした。ちょっと今日はちょっと早めに終わりましょうね。はい、じゃあちょっとファイナルメッセージしましょう。ファイナルメッセージですね。はい、今日は、まあ、全国的に大雪なのかな、東京では、まあ、1週間前、先週初雪だったんですが、今日は初めての大雪だと思います。今年は暖冬で、何かですね、天気が非常にこう異常というか、まあこれはですね、霊的な世界が非常にこの変化が激しいというふうに考えていいと思います。
霊的な変化、天において何か大きな動きがある、まあ、リバイバルが近いということもあって、リバイバルが近いということもあって、その霊的な変化、声が小さい、あ、ちょっと待ってください、声が小さいということで、ちょっと声が大きくなるかな、ちょっと待ってくださいね、マイク、ボリューム、ちょっとボリュームを大きくしましょう。はい、すみません、ボリューム、これ一番大きいみたいですね。あ、もっと大きくなった。はい。あ、大きくなりますね。ちょっと待ってください。これでだいぶボリューム大きいんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。これでボリュームがだいぶ大きくなったと思いますね。はい。まあ、そういうわけで、今、その、天において、霊的な動きが激しくて、その結果が異常気象になっているのではないかと思います。異常気象というのは、まあ、温暖化から来ていますが、温暖化や、そしてまた、そういう、気温上昇、エルニーニョ、まあ、科学的にはそういう自然現象がありますけど、しかし霊的には、今世界が動いている、世界の霊的な戦いが激しくある、霊の世界において激しく戦いがあるというふうに考えたらと思います。そういうことの中で、私たちは、本来は神様が作られた自然はとても美しく素晴らしい意味がありますが、かえってその神様の恵みが、その罪によって、人間の罪によって人間を苦しめる状況になります。自然災害が増えているのは、そういう意味ではないでしょうか。本来の神の恵みが人間の罪によって歪んでいる、そういうふうに考えます。ですから私たちは今その災害の中でその一人一人が悔い改めて、もう一度神の許しの中で穏やかな気象、災害のない自然、霊的な平和が必要ではないでしょうか。そのために皆さんが本当に悔い改めてイエス様を信じていくことが必要ではないでしょうか。はい。それじゃあちょっと今日寒いの、すみません、ちょっと寒いので、これで終わりたいと思います。今日の放送を見てね、そうか、この異常気象は天の戦いの現象なんだということの中で、悔い改めて、ね、神様のその許しを得たい、災害が少なくなってほしい、神の本来の恵みの自然が戻ってきてほしいと、そのように願う方はアメンと言ってください。アメン、アメン。罪を悔い改め、悪を悔い改め、
イエス様に許しを得たい、許しを得て心の中も、天気も社会も本当の平和が欲しい、本当の平和が欲しいと思う方、アメンと言ってください。アメン、アメン。本当の平和が欲しい方、アメン、アメン、アメン。本当の、本当の平和が欲しい方、アメン、アメン。アメン。はい、それじゃあですね、お祈りして終わりたいと思います。ちょっと寒くなってきましたので、天のお父様、感謝します。今日は雪ですが、このように、雪配信ができたことを感謝します。あなたのいろいろな自然現象の中で霊的なことを学ぶことができます。どうぞイエス様、今アメンと言った方々がイエス様に立ち返って、罪の許し、十字架による罪の許しの中で、あらゆるものが清められていく、あらゆるものが回復していく、あらゆるものがその本来のものになっていくという、神の許しを得ることができますように。どうぞイエス様、日本の罪を許し、世界の罪を許し、また一人一人の罪を許してください。あなたの十字架の許しの中で歩むことができますように。今日一日、神様の許しの中で歩んでいくことができますように。どうぞ一人一人をお守りください。祝福してください。今日一日を良い日にしてください。あなたのことを思う一日、あなたの平安をいただく一日となりますように。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん、ありがとうございました。ちょっとカメラが止まっちゃってるかもしれません。はい、カメラが止まっちゃってるかな。ちょっと待ってください。更新入れていきましょう。はい、今、更新したんです。はい、ちょっと放送ができてる。はい、すいませんでした。ちょっとですね、なんかこう、止まり気味で、ちょっと、配信が、ちょっとめちゃくちゃになっちゃって、本当に申し訳ありません。今、ちょっと、寒くて、部屋の中に来たんですが、どこまで配信できたんでしょうかね。ちょっと、どこで止まったかもちょっとわからないんですが、お祈りは、お祈りは聞こえたでしょうか。 PC に切り替え、はい、お祈りは聞こえましたか。ラピスさん、お祈り聞こえましたか。お祈りは聞こえたでしょうか。
全く聞こえなかった。ああ、そうですか。じゃあちょっともう一回お祈りして終わりたいと思います。寒くてですね、ちょっと家の中来ました。それではですね、一応、その、お祈りして終わりたいと思いますね。お祈りは聞こえました。あ、本当？お祈り聞こえた？どっちかな？はい。お祈り聞こえた。はい。お祈り聞こえたでしょうかね。はい。それでは、どうしようかな。じゃあもう一度、短く祈って終わりたいと思います。今日の雪が配信ありがとうございました。今日、良い一日でありますように。今日は、雪を通して何かを、あなたのメッセージを、その受け取ることができますように。リスナーの一人一人が、その神様からのメッセージを受け取って、雪の意味、また神様の御心を、知ることができますように。どうぞ今日一日を祝福してください。この雪の日を祝福してください。どうぞ、このリスナー、今日の一日を、イエス・キリストに会って、イエス様を、さらに感じる一日、神様に近づく一日、御心を行う一日となりますように、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。アメン。はい、それじゃあ皆さん、ありがとうございました。それじゃあまた夜の8時にお会いしましょう。シャローン。シャローン。シャローン。